ほやっぽやっぽー、やっほー、こんにちは、きなこやっほー、わさびちゃんやっほー、たかやんやっほー、バイバイ、ヤッホー、夏らしい初見です、わーありがとう、こんにちは、今学校の帰り道、おー気をつけて帰ってね、昨日タン美味しかった、めっちゃ美味しかった、やばかったよ、やばかったやばかった、ちょっと私は今反省したいんけど、こう撮影しててさ結構喋ってしまったけどさ、ちょっとね最近のねあれの風潮としてはね、最近のねみんながね頑張って気をつけてるのにはねやばいよね、でもねでもあそこね昨日ねもう超高級ラグジュアリーホテル、わかんないけど、なんて言ったらわかんないけど、そういうとこでやったんだけど、まずねあのホテルは入るときに検温されるんですよ、これピュッ、でその後なんかアンケート書かされるんですよ、最近熱はなかったですか、最近咳出ないですか、倦怠感はないですかっていうアンケートやって、そしてそれを送ったら最後ありがとうございます、そして初めてそれを受付に見せて入れるホテルだったんで、まあ一応ねあそこはみんな大丈夫だったんで、まあでもねやっぱりちゃんとマスクしないといけなかったです、本当にみんなのおかげで気づけました、ありがとうございます、わーゆかりちゃん、クラッカーありがとう、ねむちゃん、キャスク、ねむちゃん、みーこちゃんか、みーこちゃん、キャスクありがとう、あーりさんだー、ありさんやっほー、ありさん今度浴衣でやりましょう、えけちゃんお茶やっほー、興奮しちゃうの分かるもん、お肉おいしそうだったよ、わー優しい、そうね、私すぐ調子に乗ってしまうけさ、もうねすぐね気をつけんといけないですね、誰かが止めてっていう感じですね、はい、そうなんです、浴衣、なんで浴衣かっていうとですね、今日はちょっと浴衣で撮影をしました、お家でね、で実はですね私これ自分で着付けたんです、まあね言うてもですよ、言うてもここまではいい感じじゃないですか、ここまではいい感じじゃないですか、はい、ここから下ボロボロ、はい、ここから下ボロボロっていうのはですね、 YouTuber というのはですね撮影の時にここから上しかね映らないんで、まあそれでねいいかなという、まあ、ご飯も食べるしね、こうこうやってお腹が膨れてきたらわーってせんといけんしね、あーエリックくん、キャスくん、センキュー、あーアカネーだ、アカネー拍手ありがとう、ミュンミュンお茶センキュー、あるあるね、ありますよね、アリさん、もちこお茶センキュー、着付けできるのすごいですね、いやーね、見る、実はですね私ね昔中井さんをやっとったことがあって、でねそれはね沖ノ島っていうところで、あれです、夏とかにやるリゾートバイト、ゆうちんお茶センキュー、りゅうたろうお茶センキュー、佐藤祖父江太一くんお茶センキュー、そうっていうのをやっていましてですね、そこでリゾーバイで覚えたわけです、中井さんの着るやつを、だから自分で着れるのすごいでしょ、いや今日はめっちゃ適当、このさすがにね帯を締めたりするのはネットで検索センターできんできんのよ、でも一応こう基本はそこで覚えたから、こうネットで見れば一応着れる、すごい、何回やっても覚えられない、いや私もだよ、私も帯の締め方はネットで調べる、これタンとのコラボ楽しみにしてます、私もだよ、でもね今ねもうちょっと先になるよねきっと、トラキッチお茶センキュー、これこれさんから来ました、え嬉しい、え今これこれさんやっとるってこと、えこれこれさんの配信見ようかな、えそうなの、違うか、そういうことじゃないか、あれかアーカイブからか、嬉しいです、ありがたいです、浴衣かわいいです、ありがとう、木下ゆうかさんこれリスなんですか、あもうガチのこれリスだよ、ガチ勢だよ私は、だっておもろいから、恋水お茶センキュー、ゆうかちゃんいた、やっほーやっほー、わーきなこちゃんまただ、キュイキュイありがとう、嬉しい、いやーまあ正直私はねもう人を傷つけたりそういうことをしなければ面白いは正義だと思ってるから、面白いものを作り出せる人、まあ、映画でも漫画でも人の心を楽しませる才能がある人のことが好きなんですよ、私は尊敬しているんですね、そういう人全般を、
そうだからコレコレさん好きですね。コレコレさんはね、 言うてもそんなに間違ったこととか、そんなに人の道に反したこととかはあんませんし、言ってないと思うよ私は。では、あの頭もいいしね、ちゃんと聞いてて、あ納得納得って思うことが結構多いから好きかな。うん、そうだから正直暴露系ってまず嫌いなんよ。でもまあ彼のやつはそうじゃないかな、間違ってることを間違ってるって言ってるし、そうじゃないかなと思ったらから好きですね。うん、面白いわ正義ですよね、めっちゃわかります。やろう、わかる、ちょっと共有して。私さ、これこれ、まあ、正直ね、ここだけの話、ここだけの話ですよ。いやこれこれさん好きなんだよねって言ったらちょっと惹かれるの、ええみたいな、ってね、あとメンヘラかなって言われるね。はい、面白いわ正義、名言や。いやでも人の心を感動させるっていうのはすごいことですよ。人の心を動かすっていうのは本当に尊敬するべきことだし、もう私的には一番人間の中で尊いあれなんじゃないかなと思うんですよ。わかる、学校でも言いづらい、あ友達友達一緒一緒、私もこれ言いづらいだけど友達が好きな人いないから言えないね。ちょっとどうにかしてほしいよね。あゆくんお茶センキュー。プーさんは好きですか。嫌いじゃなかったよ別に、まあ普通に好きだった。なんかこう熱いかったやん、怒る時とかもめっちゃ熱い感じで怒ってくれるから、なんかこれこれさんが言えないことをプーさんがあの補ってくれる感じがして好きだったけどね。うん、まあね。あるくんお茶センキュー、なんか惹かれる、わかる。ゆいひーろくんは、私ゆいひーろくんはだからこれこれさんの配信でしか見たことないんよね。そのこれこれさんの過去の配信とかでかな。うん、そうだね、これこれさん、私これこれさん見出した頃にはもうゆいひーろくんおらんかったけ。そう、個人的にこれこれ好きじゃない。まあそれはね、あれだよ、個人のあれだからしょうがないしょうがない。まあチューチューありがとう、チューチュー、リコリコちゃんセンキュー。ずっと気になってたんですけど、2キロくらい食べないと満腹にならないんですか。いや実はそういうわけでもないんや、私あのそんなにお腹いっぱいにならんくっても全然大丈夫なんよ。なんでかって言ったら、ちっちゃい頃が、まあ、お家がお金持ちじゃなくって、まあ、兄弟も3人兄弟いたから、ね、あんまり食べたい、あれが食べたい、これが食べたいってあんまりなんだ空気読んで言わんくって、そう、まあ、ちょっとね、そのお母さんとかもね逆ギレするし、逆ギレなのかな、だけどあんまりうるさいと逆ギレするしね、まあ、そういうのであって空気を読んで食べなかったんですよ。で私はねそれが全然辛くなかったの。だからね、みんなこの感覚で生きてるのかなってその時思っとったの。普通のご飯食べてそこまでなんか腹2分目ぐらいでみんな平気なのかなと思っとって、キュウリのレシピパクって昨日食べた、嬉しい、タタ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 、メロタンメロタンメロタンだ。そうだからずっとお腹いっぱいになったことがなくって、まあ大人になった時にバイキングに行った時に初めて自分って、あ、一人めっちゃ食べるんやってそこで気づいたんよね。わー、みつゆくんケーキセンキュー。まあそういう感じだったから、その頃の名残で今でもお腹いっぱいにならんくっても平気なんよ。食べるのは好きだけど。ラッドインペスの好きな曲は何ですか。なんだろう、私ね庶民の頃が結構好きなんよ。タイトルすぐ出てこんのよね。なんでもユーシンロンとかわかんない、ちょっと中二っぽい歌が好きだね。イカスイ、それはイカスイ、めすぐお腹が出る。でもうどんどんお腹が出て最終的にはここまででドラム缶のような胴になるね。みわちゃんお茶センキュー。コレタンとコラボ早く見たい。まあ私もしたいっす。いやでもコレコレさんの動画を面白くできなかったらそれがめっちゃ申し訳ない。あのコレコレリスナーさんにも申し訳ないし、コレコレさんにも申し訳ないですね。まあでもコレコレさん面白くなかったらボツにするだけらしいから、まあいいか。じゃあ出せるってことは、出すってことはコレコレさんがこれなら出してもいいかなと思ってくれたってことやもんね。ゆうかちゃんのチャンネルって全部で3つで合ってますか。合ってます、
お願いします。チャンネル3つ、最近作りました ASMR チャンネルとセカンドチャンネル、あと今のこのライブのアーカイブとかを結構載せてるセカンドチャンネルと、セカンドチャンネルはねこれからどういう何を載せていこうか悩んでるんですけど、まあ何でもありのチャンネルかな、ゆるいチャンネルっていう感じのチャンネルで、メインチャンネルがありますね。はい、アンポンタンお茶センキュー、まいちゃんゆか、ゆか、違う、みゆかたかわいい、ありがとう。みくちゃんお茶センキュー。大食いで十分なのに面白くしなきゃダメなの？いや私ね、あのね正直言うてですね、みんなとつながれるのが一番幸せなんよ。でご飯食べる、大食いすることは好きなんだけど、別に動画にする必要はないじゃないですか。でもそれをみんなが喜んでるからもっと楽しいよ。わあ、白クマスタンプありがとう、青色ちゃんありがとう、ペッパーデコフレームありがとう、アライグマちゃんありがとう。そう、それでだから今もこうやってツイキャスでさ、みんなとさつながれるじゃん。でみんなが楽しいって言ってくれたりするじゃん。それがすごい楽しい。でも食べててみんな食べるとみんな喜んでくれるじゃん。だから嬉しくてやっているって感じかな。本当に食べることは好きなんだけど、別に動画回す必要ないじゃん。動画回すのはやっぱり大変じゃん。でもそれでもやってるっていうのはみんなが喜んでくれるから、うん、それが嬉しくてやってる。銀ちゃんお茶センキュー、吉岡さんありお茶センキュー、ヤマルちゃんお茶センキュー、ニコちゃんお茶センキュー、ヤマルさんお茶センキュー。コミュニケーションの一つとして楽しくしたいの。だから私もね、私は人に感動を与える人が好きなんだけど、私も人に感動を与えたいんですよ。感動っていうのは常にあれですよ、泣けるとかじゃなくて心が動くことが感動、面白いと思うこともそうだし、まあ怒りの感情も一つの感動かなと思ってるんですよ。だから何か心を動かせる人ってそれだけですごいなと思うから、いいなと思います。萌え萌えキュンキュンやってもらえると喜びます。萌え萌えキュンキュン、めっちゃ声ガラガラやないかよ。本当こっち発声が上手くないから、よう喋るとすぐ声が枯れるんよ。深いエンターテイナーだね。いやでもみんな誰でもそうだと思うよ。あの人と人とさ共有し合えた時って一番幸せじゃないね。一番楽しい、それが生きがい。私のおーちゃん、キャスくんセンキュー、えなちゃんお茶センキュー。みんなさこれ全部読んでる？たしれぴくんキャスくんセンキュー、すごい嬉しい。りゅうかちゃんの食べっぷり感動を与えておるよ。嬉しいです。これこれと杯を交わそう。せやなせやな、交わしたいな。座りひどくてご飯食べれなかった時、美味しそうに食べるゆうかちゃんをすごくハッピーだった。永遠感謝。嬉しい嬉しい。じゃあその後元気なお子さんを誕生したのかな。嬉しいな、それに関われたことが。ピナちゃんお茶センキュー。病んだりする？私ね、何かが原因で病むことはあんまりないんだけど、なんか低気圧とかわかんないけど、体の不調でもうだるい、何もやる気が起きない、一生寝ていたいってなることはある。でも何かが原因になることはあんまりない。何かにこう流されることはあんまないね。なんか元気いっぱいの時はめっちゃ辛いこと起きてもよいしょーってなるけど、もう元気、辛い時は何か楽しいことが起きても何も楽しくない、何もこんなに何のために生きてるんだってすぐなるよ。似てないの分かる、それは誰でもあるさ。私も低気圧ずつ。こんにちは、はいこんにちは、タロニチュム、分かる、何もしたくない。これこれとノックのコラボ楽しみにしてます。ノックさんとコラボできるかな。メルタンのキャンタマどうなったのかな。あーそうやった、みんな実はねメルタンね、あメルタンご飯食べとるわ。あの私あの日さ病院行ってあの日手術してもらえるんかなと思ったよ。あの家の近くのいつもかかりつけの動物病院の先生に言ったら、あーちょっとこれはお腹を切らないといけないから高度な動物病院に行ってくれたい、行ってくれ、行ってくれ、行ってくれ、行ってくださいって言われて、それ県をまたいで高度な動物病院に行ったんですよ。
すごい その病院あのかかりつけの先生に予約取ってもらってね。だからもう先生にさ最初にその見てもらっとるから、もうそこの高度な動物病院でいきなり手術かなと思ったね。そしたら実はあの検査だけだった。県外まで行ったのに。あでもね、もともとそれは必要なあれだったからいいんやけど、でもちょっと事前に教えてほしかったよね。今日は検査だけですって事前に知りたかったかな。ちょっとそこ落ち度あるんじゃないかなと思ったけど、まあ大丈夫です。とてもいい病院なので。でその検査に行って、これから予約病院の手術日を決めたので、その日にメルタンの玉が喪失します。明日からテストだから応援してほしいです。ファイティン。エイト君お茶センキュー。この図は手術前検査でね。それな、手術前検査やない？そうだよ、手術前検査だよ。2泊するんだって。前日入院させて、で次の日手術して、その日は入院して、次の日連れて帰るんだって。もうメルでさ、あメルこっち見てる。メルをさ病院に連れて行くじゃん。それなんかその県外の病院とか何回か行くんやけど、今までもで病院に連れて行くやん。でね、もう数時間経ってメルを連れて帰るやん。そしたらロンが絶対怒ると、こうやってこうふーって匂い嗅いでふーって言うんよ。なんかお前は誰だなのか分かんないけど、お前のなんか違うに、いつもと違う匂いがするぞって言って、それがめっちゃ悲しい。でもしばらくしたらまた仲良くなるんやけど、ちょっとそれがなんかメルがめっちゃ悲しそうな顔するけど、それが悲しい。でロンもちょっとストレスやろうし、それがちょっと辛い。ロンタン敏感ね。いやそうなんよ、敏感なんよあの子は。でもめっちゃロンってね、頭がいい子やと思うんよ。でも頭がいいっていうのはやっぱ警戒心強かったりするのも頭がいいからこそやと思うから、まあ、ロンはのんきじゃないよね。こう念には念を押して生きているんでしょうねきっと賢い。そうなんよ、病院の匂いが敵。いやもうそうかもしれんね。ケツしてるの知らなかった、大好きです。嬉しい、かすみちゃん私も大好きだよ。わーい、ザオリク、ケーキありがとう。かすみちゃん、お茶センキュー。いや、いや。お茶バクセンキュー。あっさん、雑やな。ゆゆうたと一緒やん。初見。こんにちは、浴衣かわいいです。嬉しいです。みんなにちょっと夏を感じてほしくて。今年はさ、なんかちょっとお祭りとかもさ、行けないかもしれんやん。だからね、ちょっとみんなに夏を感じてほしくて。その警戒心はきっと生かされる日が来るはずね。きっとそう思う。新しいペヤングギガマックス食べる。まあちょっと悩んでるな。なんか いっぱいやってるやん。ペヤングの新商品って言ったら結構毎回やっとるやん。だからもうやる必要あるのかなとかいうのはちょっとある。花火中止やもんね。それな今日ピアスしてる？してないんよ。しよっか。かわいい。 YouTube 見ながら一緒にご飯食べてます。嬉しい、ありがとう。あんま見えんね、なんか飛んじゃって、光で飛んじゃって。これちゅピアスいくつ開いてますか？あ、ピアスじゃないんよ。これイヤリング。ピアスも穴開いてないけど、私イヤリングないよ。花火ありがとう、ミキラーン。え、なんかタトゥーシールみんなと一緒にレファイラー。タトゥーシールどこにあったっけ私。あそこか。いや、あそこじゃないから。あ、ちょっと立ったらやばいのが見える。汚い。汚い着物しか見える。あのね、ここにさ、最近ね、 Weibo のライブ配信、中国の YouTube、 中国の Twitter みたいのでライブ配信しとって、私最近まだ2回しかしてないんやけど、これこれさんとの挙式はいつ頃でしょうか？いや、できませんよそんな。もうこれたんはみんなのこれたんだからでね、これを入れたんだけど、
まあ、ちょっと剥がれとるんよね。猫だったんやけど、これね、もう名残がないね。お茶飲んで。あ、ありがとう、冬。ちょっとタトゥーシール入れようと思って。イエーイ。ここがいいから。みんな選んで。YouTube の動画よりキャス生配信のが親近感が湧く。私もロフトで頑張ってる時から見てるよ。あー、まゆママお茶バッグセン、お茶センキュー。じゃあ見せますね。まずこれはちょっとあれですね、お花、お花とか虹とかちょっとメルヘンチックなやつが多い気がしますね。ですね、ちょっと加工がかかっているので、すいませんね、アラフォーなんでね、加工がないとちょっと死ぬのでね。これちょっと動物系なし、用なし。さくらんぼですね、さくらんぼ。そしてお星様ですね、お星様。みんなどれがいいかな、どれを入れてほしいかな。輪っかの葉っぱのやついいよね。確かにわかる。私もこれいいなと思っとった。アンケで貼る場所決めよう。うん、貼る場所も決めよう。アンケやとってはいかいいえしかできんやろ。お花かわいい、欲しい。桜ももいいよね。いや、めっちゃブレとるじゃないかい。これ星様かわいい。星、あ、結構星っていうのが多い気がする。星でもね、私も好きでさ、もう減っとるんよ結構。もうこれしかないんよね。本当はワンシートあったんやけど、もうこれしかなくなったの。これのどれがいい？全部貼ろう。あー、それな。それもったいないよ。お金がもったいない。あ、七夕だったし、そうやね。全部貼る？これ、こういう、あ、確かにでもこれを全部貼るのはいいかも。これ全部貼るのはちょっと大変やけど。手首とかつけたら可愛い。全部はいかつい。でもこのちっこいの全部だったら可愛いよね、結構。なんかさ、結構足首とかも可愛いよね。ちょっとここ汚いんやけど、着こなしが汚いんですけど、そこは気にしないでください。こことかサンダル履いてる時にチラッと見るの可愛いよね。チラッとじゃないのか。ピザのシールある？ない。今度買おう。天の川作る。あ、いいね。おでこにしましょう。おいおい、中井さんの仕事大変。めっちゃ大変やった。私さ、そのね、旅館にはね、私気に入られとったんよ。でも仕事ができなさすぎて、1ヶ月で木下さんやめてくださいって言われてしまった。でも木下さんのことは好きなんで、うちで布団を運ぶアルバイトしませんかって言われて、それはちょっとって言って、それ時給も下がりますし生活もありますのでって言って、布団のアルバイトはね、辞退させていただきました。はい、いや、めっちゃ大変。もやること朝から晩までやるし、もうやっぱり多分脳をすごい働かせんといけんのよね。そうだから、ちょっと別れが悲しかったよ。みんなもうバイ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 ってみんな涙の別れをした。おかみさん怖そう。いや、優しかった優しかった。でもめっちゃほんと大変。もう常にお客さんのことやっとかんといけんけ、あの、考えとかんといけんけ。私はやっぱりもてなすよりもてなされるかばなかなって思った。そんなゆうかちゃんかわいすぎる。え、嬉しい。むーんちゃん、キャストありがとう。ねえみんな、ねえみんな、タツーの話しよう先輩はきつい。いや、ほんと優しかったよ、結構。あの、沖ノ島ってとこで働いとったんやけど、多分島の人たちやけ、すごい優しかった。今までやったことある仕事、バイトって何ですか？コンビニもあるし、ラーメン屋さんもあるし、イタリアンレストランとかもあるし、ビデオ屋さん、レンタル CD ショップもやったことある。え、ゆかちゃん、ツイキャスやってたの？やってたよー。箸いっぱい貼ろう。どこにこれのどこにがいい？伊豆のとこ？いや違う、島、沖の島、島根県の近くだったな確か。足首いいね。え、じゃあ足首に貼る？今の服であんま見せれんのよね、足首が。だってさ、ちょっと待って。じゃあさ、まず
こっち側ですか、こっち側ですか、外側ですか、内側ですか、右足ですか、左足ですか、手首と目の下、星首に足って書いてある。もう混乱するやん。サッカーで蹴る方、右足だな、右足。やばい、このエリーさんという人危ないわ。めっちゃ私ピザのやつめっちゃ引っかかるんやから。右利き、うん、足は右だな。ゆうくんお茶センキュー。右足の内側、外側、右の内側の足首、お箸の、じゃあ内側に入れますか、外側よ。どっちですか。じゃあアンケートを取ります。内側か外側か、アンケート取ります。じゃあ内側の人がはい、外側の人がいえ、いいですか、アンケート取りますよ。はい、 YouTube 見ました、気持ちいいぐらいの食べっぷりです、嬉しい。トモカルお茶センキュー。あー、出たツイキャスアンケート、アンケート中てんてんてん、これちょっとドキドキするよね。嬉しい。右側の左、ジェラリズム大切。アンケート、はいが 60%、 いいが 40% って言葉、内側に決まりました。はい、ありがとうございます皆さん、あー、ご清聴ありがとうございます、ご意見ありがとうございます。じゃあ内側ですね、内側にもね、ちっちゃいのこれもうこまごましとってちょっと邪魔やったんよ、全部貼ります。なんかさ、指とかいうさ手もあるよね、足の指とか。じゃあ右側の内側ね、この辺とか、ここもあるよ、ありだよね、でも言うてもこことかも、まあこの辺か、この辺か、ちょっと待ってね、これね切り取らんといけないよね、そうだね、切り取った方がいいね、これ絶対。ハサミさっきあったのになくなった。ハサミさんはどこかしらね、ハサミあったあったあった、すぐものがなくなる。鳥川お茶センキュー。足の裏見えんよ、サンダルで隠れない位置、うん、それがいいかも。じゃあみんな、これめっちゃいいよ、みんなもぜひつけてみて、つけるれ、ちょっとこれはね、タトゥーシールで3日ぐらいでね、まあ取れますね、私は生活が乱暴なんで1週間ぐらい持つとか言う書いてあったけど、まあ私は生活が乱暴なんで3日で取れますね。あ、めっちゃお腹空いてきた、喋っとったらめっちゃお腹空いてきた、さっき動画撮ったのに。ゆうかちゃんどこで買ったの？これはね、あのあれで買えるよ、ネット通販。私インスタフォローしてるけ、よかったらあのそこから買ってみて。まあタトゥーシールとか調べたら結構すぐ出てくる気がする。私もねお店とかでは買ってない、ネット通販でしか買えてない。じゃあみんなちょっと見とってよ、これ簡単簡単し、水とかいらんの。いくよ、でもここを剥ぐときね、めっちゃ気をつけんのいけんの。あー、うまく剥がれた。たまにこっちに残って台無しになることがあるんよ。じゃあ行くよ、あれにしよっか、まあ、いいか。でここで10秒、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10、そしてそーっと剥がします。あ、むずいむずい、ちょっと汚い、あー、ちょっと失敗したなこれ。うん、ちょっと失敗しちゃった、ちょっと
ちょっとめっちゃはしたないのですが、あ、もうあれにすればいいじゃん。インカメ、インカメじゃない、普通のカメラにすればいいじゃん。あ、メルのおもちゃの残骸がありますね。見て見て、入った。水いらないのいいね。それな、こうやってやっとったらあんま私から見えんのよね。あ、イテモンクラス。じゃあどんどん貼っていこう。これはあれですね。ああ、うん、テーブルにひっくり返って剥がれんことなっとる。うん、腹が立つ。こういうイライラする。ああ、大変だ、大変だ。テーブルの上に乗っている。ちょっと待って。ああ、全然、あ、取れた取れた、よかった。表面張力。これはあれですね、水亀さんですね。水亀ちっちゃいな、これ。水亀浴衣姿似合いますな。ありがとう。わかんない、私こういうさ、ちょっと雑にやったらいい感じで可愛いよっていうのもマジセンスないんだよね。ちえ、はいじゃう、はいじゃう、はいじゃう。お風呂入ってもね、お腹聞こえた？お腹の音。3日は取れない、3日は取れないよ。エレボちゃん、キャスくん、センキュー。ちょっとなんかさ、わかる？あのね、こうなっとるんよ今、こうなっとるんよ、これがね、これ、こういうこと。あ、いけた。めっちゃ簡単やね。いや、そうなんよ、超いいよね。でもこれちょっと後で YouTube にアーカイブ載せるときはイテモンクラス決算といけん。めっちゃ簡単よね。で、3日は取れんからね、すごいよね。逆にさ、取れるのがいいよね。帰れるもん、気分で。でさ、銭湯とか入ってどうしようもない時とか、こう爪でガリガリガリってやれば取れる。あーいし、よいし。これはあれですね、流れ星さんですね。あー、むずいよこういうさ、こういうのほんとむずい。あ、ちょっと失敗した。あ、やばい、地域がバレる。わあ、かわいい。あ、これなんかすごい綺麗かな。みんな透析って絶対見えてないよね。これだけだったかな。みんな剥がれちゃったからか。あ、まだあった。鎖骨のところに入れたりするの一番好きかも。あと、こことかね。ノー、ノー、ノー。わかんない、ここ。これこういうやつにしよう。これこの 手のやつにしよう。おや、もう逆を押したわ、逆を、逆を押したわ、逆を。貼るときに切らんといけんね、これは。全部まとめて切ったらもう失敗するよ、後々。はい、
見せてあげる。どんな感じになったか。こんな感じ。なんか足太。ちょっと砂漠の砂を数えるバイト行ってくるね。え、マジ頑張って。めっちゃそれきつそうやな。一生終わらんやろ。足に宇宙が。それな、それな、それそれな。フィルター強い。じゃあ撮るよ。これ大丈夫かな。これでフィルター入ってないはず。オッケーオッケー。あ、ごめん、ちょっとなんか毛穴とか見えるね。やっぱりやっぱり見えるね。太いよ太い。こういう感じになります。かわいいよね。めっちゃいいよね。今の足のネイルはこんな感じです。ちょっとなんか怪我したりして汚いな。よく怪我するんだ。あ、フィルターがない。なんてことだ、罠だこれは。まあ綺麗、まあ綺麗。着物かわいい。ありがとう。そう、着物着たからみんなに会いたくてね。今日はフィルターなくてもかわいいのに。フィルターの威力。いや、それなそれなそれそれな。でもさ、いいと思う。それで自分のフィルターを入れることによって、こう自分がさ、こう全力の楽しい配信ができるんよ。メイクと一緒だよね。だからメイクもさ、しないと自信ない人多いの、女の人って。そうだからいいよね。だからちょっと今自分 ブスだなと思って、可愛いババアだな、おい、ありがとう、ブスだなと思ってたら言いたいことも言えれんじゃん。もう一回フィルターなしにしてみて。それは絶対に認められない。私が何でも OK すると言うなよ。そう、自分が言っちゃったけどめっちゃわかるね。なんかチカチカしてるよ。え、なんだろう、浴衣に合ってる。今もフィルターなくて制限されてるより、フィルターってはっちゃけた方が楽しい。そうだよ。TikTok がなんであんだか流行ったか、もうね、鬼加工のおかげだよ。みんなもうなんか、この可愛い自分見て。あれがもしさ、ノン加工だったと知る、TikTok。誰もやらん。誰もあれやらん。誰もあれやれん。もうやれるのは、広瀬すずちゃんとか、もう、そんくらい。蛍光灯の近、あ、本当に？今はチカチカしてないけど、さっきしてたのかな。もう無理無理。一般の人にはハードルが高すぎるけん。ハードルがなかったら、それな、だよなだよな。鬼加工が作る幸せ。そう、フォーカスしていきましょう。フォーカスフォーカス。ずーっとチカチカしとるの。なんだろうなんだろう。ちょっとじゃああれかな、なんだろうな、なんか今日のところはちょっと終わろうかな。このあと用事があるし。そう、フィルターがチカチカなんじゃないかな。じゃあもう終われってことか。フィルターありで全然いいけど、本当にフィルターなしの顔のが可愛かった。いや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 、しみしわはそばかす。寂しい。いや、私も寂しいんだけど、もともとねこれぐらいの時間で終わろうかなっていう予定だったのに、今日は空いた時間があったから配信しようっていう感じだったんです。寂しいって言ってもらえて嬉しいです。とっても嬉しいです。もう時間が空いたらいつでもするので、ぜひぜひ私は待っています。YouTube のライブ、YouTube の動画もね、いつでも上がるので、見てください。YouTube のね、暇の時はアーカイブとかをだらーっと見てもらえたら嬉しいです。インスタ神加工なんで。もうね、インスタが一番か、あ、まあまあ、多分 TikTok とかのがすごいやろうけど、インスタの加工が一番すごい！一番いい！で、まあ、ツイキャスその次かな。まあ、ツイキャスは結構自然な加工だよね。肌とかが綺麗に見えるだけの加工だから、まあいいと思うよ。で、その後、YouTube ライブ。
YouTube ライブもっと頑張ってよ。だから YouTube ライブする人少ねえんだよ。加工がみんな見てんだよ。はい、っていうことですね。はい、キャスで絡めててすごい嬉しかった。私もだよ。イルガールお茶センキュー。リュウタロウ、ユーちゃん、イルガール YouTube ライブも見る、見て。エリモンちゃん、心の声だな。漏れてた、やばい。ヨッパン、サーポヨ、エナちゃん、アダナナちゃん、ブビー、バイバーイ、みつゆき、ふゆ、かず、えりもんちゃん、らん、ともちゃん、がんな、たかやん、だい、たいらちゃん、ひより、FN お米さん、さとみ、とりかわ、お疲れ様。一度フィルター外して、またフィルターをかけるとチカチカする。そういうこと？わなじゃん。バイ。しのぶくん、お茶、しのぶちゃんかな？しのぶちゃん、お茶センキュー。大ちゃん、お茶センキュー。じゃあ皆さん、今日もありがとう。めっちゃ楽しかったよ。バイバイ、バイバイ、バイバイ。